はい、じゃあ、OK みたいなんで始めてください。先方どっち来る？はい、まぶしさんのメイファンと、はい、貝殻キラー。はい、闇の炎に抱かれてバカだからね、まぶしメイファン、修正版出せ、俺から、貝殻キラー、貝殻キラー。はい、どっちからじゃん、いい補正 70% から、70% だけど、なんで超限でこんなに変動みたいな。はい、また 70%、おっと、バースト。さあ、ジャンイーがガンガン刺さる。はい、10カウントで決まった。パーフェクト49カウント残して1本選手は灰皿キラー、貝殻キラー。さあゲージ状況も、さあモモシンガはスコープル悪い、なんとか持ち直していきたいところ。惜しいカウンターからスタで安定拾い、さあ半分持ってって、さあいい状況を作っていきたい。さあ種が無意になってしまったが、あとさあちょっと有効利用、ちょっとでも有効利用しようとしているのか。おっ、これは拾えない。さあ総裁からお互いバックス 4D。 さあ持続が刺さった臭いような連環体ヒット、生エコーだ、やる気満々、貝殻キラー。おっと拾えない。さあまだ猶予はある。あ、スタヒット後バーストできるね。なんかスタヒット後バーストで、あーっと間に合った。ゲージがない、ゲージがないが、とりあえず状況は脱しだ。さあ 2A カウンター、カウンター取れる 2A いいな。ドロシーのジャイアンもそうやってろ。さあ今度は打って変わってマムシンペース、フォースを決めて、はい、体力緑から回復している。総裁したら逃げて、今度はさあとりあえず取り返す。おっとパワーアップ、銅から銀へ。おっと、うん、ガード間に合う、硬直が少ない。さあ総裁4人こすか、バンナックヒットからスター、惜しい。スター、さあバンナック出さない、おっとスノーター、やらざるを得ない。あっさりと、これは決まってしまったが、決まっている臭い。さあ殺しきって、ジャンシーモーション見えていたけど空振って、さあ一人目先生は逆転勝利で眩しいメイファン、闇の炎に抱かれてバカな。テイルズネタ多いよね最近。はい、で対象戦が風船ハートと、はい、灰皿キャサリン。今回エコがいない。あれからバンリーとテンペスタス、あ、風船さんのカラーが戻った。やはりカラー相手大事ですよね。はい、ミサイルが爆発してチビが召喚安定行動。鉄球鉄球鉄球、一定の距離だと鉄球地獄から抜けらんないんですよね、ゲージ使わない限り。ノーマルサムで抜けれる？距離詰まっとったら無理じゃん。あー、おっと、なんか技の隙に、あー、ジャンシー見えてる、引っかかる。さあ、あそこまで計算するだったか。おぼう入って、落として、置き攻めパーツがない。やっちまった。さあ、それなりの小覚悟をしなければ、リスクを負わなければ、キャサリンは戦えないのでしょうか。中段 F 式。選手は風船ハート。さあ力強いぶっ込み、はい、ボルクニックスイカから落として集団が立ったけど、その後下段、まあ、70% 指導やけどみたいな。あっとバーストない、バーストない、終わってる、臭い、終わった。さあ2立て、
はい、ってことで勝ち上がったのは闇の炎に抱かれてバカな。二度と会うこともないだろう、この僕が。はい、では下の実験者いきます。なんじゃまれ闇ハメでいてまうぞ、2010。対するアセン3。